日様の光がお尻に当たってるぞ。じゃあお腹に当たってたんだ。よく眠れたでござるか。みなそのような感じだ。拙者は一番早く起きたゆえ、今朝はあたりを散策して朝毛になりそうな果物を取ってきた。一緒に食べようと思って、おいらずっと我慢しながらお前が起きるのを待ってたんだぞ。あ、フィッシュルはいなかったけど。うん、あたいたちと一緒に行動したくないみたいなんだ。冒険者協会から他の仕事が入ったって言ってたぜ。それ明らかに嘘じゃないか。雄野浄土を復興するために来たって言ってたのに、なんでまた冒険者協会の仕事をするんだよ。彼女のあの様子、何か悩みがあるのであろう。あたいたち昨日と同じようにモナについててもらおうとしたんだ。だけどモナは冒険者の仕事を知らないから一緒に冒険には行けないって断られたらしい。一人になるために雄野浄土って言い訳も出さなかったよな。彼女はかなり大きな困りごとを抱えていると見えた。はあ、友人としてフィッシュルを助けてあげたいですが、今日は彼女の言う通り他の島を探索しに行くことになりました。満場一致だったんだぞ。あんたの分はパイモンが代わりに投票した。あんたらはコンビだから、あんたのいる場所にパイモンがいて逆も同じなんだってさ。ひひ、お前は冒険者だぞ、絶対行くだろ。私たちはみんな一緒に行動した方がいいとフィッシュルが言ったんです。調べたいことがあるらしくて、それが終わったら合流するから心配する必要はないって。ああ見えて経験豊富な冒険者ですから、彼女を信じていいと思います。拙者はフィッシュル殿と知り合ったばかりで、これはあくまでも推測に過ぎぬが、彼女は彼女自身の中に矛盾を抱えているのではなかろうか。なんだか当たってるような感じがするけど。他人との相互は解決に向かって努力するか諦めるかの二択だが、自己矛盾は簡単に捨てされないものでござる。拙者にもそのような時期があったからわかる。彼女が何に悩んでいるのかは知らぬが、今必要としているのは一人の時間でござろうよ。あたいもそう思うぜ。でもせっかくの冒険なのにちょっともったいないよな。だってみんなで一緒にいる方が面白いぜ。深淵は本当に前向きだよな。そうだ、まだ言ってなかったけど、今朝北にある島であの不思議な現象が起きたみたいなんだ。旅人が朝食を食べ終わったら調べに行こうぜ。普通の島に見えるぞ。風の匂いが熱く燃えているようでござる。水裏の番が少し明るくなりましたが、まだ見えません。おい、みんなこれを見ろ。これは鼓と言うべきか、それとも植物って言うべきか。植物でできた楽器であるか。ふむ、深淵、ここはもしかするとあなたに関する島ではありませんか。え、じゃあこれはあたいのために用意された楽器か。それなら早速打ってみようかな。待たれよ。昨日は拙者が盆景の月山に触れると皆が特殊空間に移動したでござろう。深淵殿、先に準備をした方が良いのでは。そうかもな。でも心配いらないぜ。あたいは音楽にかけては常に準備万端だからな。ほこりまみれだ。大丈夫かパイモン。やはり場所が変わった。なんだか荒れた場所のようですが、深淵、
ここはあなたに関する元凶なんでしょ？そうだと思うんだけど、変だな。なんでこんなに荒れてんだ？見ろ、あそこすごく明るいぞ。オイラたちを誘ってるみたいだ。ふむ、行ってみるとするか。いやいやいや、どう見ても罠だろう。それはそうですが、他に道もありませんし。それにもしこれが深淵殿の元凶なら、罠などあるはずがない。嬉しいぜ、こんなに早く値を認めてくれるなんてさ。確かに一理あるな。それじゃあ行ってみるか。でも気をつけろよ。扉に鍵がかかった。何をバカなことを言っているんですか、深淵。なんで扉に鍵をかけたんだ？そう聞かれても。でもあたいは家の前にある植木鉢の下とかに鍵を置くような人間だから、近くに鍵があるはずなんだけど。おお、じゃあどこかに植木鉢があるんだな。可能性がないとは言い切れねえな。が流れてきた。まさに音楽の聖地みたいなとこだよな。植物のおかげで鍵をゲットできたぞ。深淵の元凶ってカズハのより楽そうだな。あたいはカズハほど人生経験が豊かじゃないってことさ。謙遜なさるな。うわ、すっごくでかい。なんだか暑いですね。あの花と何か関係があるんでしょうか。まさかここに客が来るとは。うわー、 こいつ喋れるぞ。それはそうだけど、 でもやっぱりなんか感じが違うだろう。よう、あたいたち外の浜辺にあった鼓みたいな植物を触ったらここに送られてきたんだ。あんたはここの主人か？ここは音楽の殿堂。私はただの門番に過ぎない。友よ、そなたたちも究極の音楽を求めに来たのか？その通りさ。それではそなたが音楽に託すものは？あたいの歌は反逆の歌だ。おお、素晴らしい。そなたとは分かり合いそうだ。出会えたことを幸運に思う。変な花とも気が合うんだな。付き合いやすい人というのはどこに行っても友達がたくさんいますよ。ここまでたどり着けたのだから、より深い殿堂に入りたいだろう。しかし殿堂に入るためには私の歌声が必須。すまないが今は少し声が枯れてしまって。大丈夫か？その悟感に効く薬でも飲むか？いや、私はただ長いこと換算感染を口にしていないだけだ。あれさえ飲めば再び歌えるようになり道を開けてやれる。換算感染？それって泉の名前か？そう、その水を飲めば疲れた大人も眠い小鳥も物心つかぬ子供まで誰もが美しい歌を歌えるようになる。おう、よし、探してきてやるよ。泉の場所を教えてくれるか？感謝する。澄んだ水で育った植物は困難を乗り越え山を登る。泉は緑豊かな山の上だ。山に登るのか。海水を汲めばいいのかと思ったぜ。泉の湧き水と海水は全然違うでしょう。ただ泉をその目に移すには私の力が必要かもしれない。
手を差し伸べなさい。そなたに私の世界を見せてやれるようにしよう。あたいと握手したらもうあたいの友達だぜ。外は明るいぜ。あの暑い洞窟も嫌いじゃないけどな。寒山観戦はこの辺りの山にあるはずでござる。探しに行こう。待ってください。どうして地下なのに光があるんですか？これは水脈？あの花によると水脈は植物に関係があって、植物は山の泉と関係してる。だからきっと水脈に沿って進めば問題ないさ。みんな、ここに書きつけがある。なるほど、この島は趣があるでござるな。この文体、それにこのサイン、これはアルベドの書いたメモだ。モンドにいる友達だぞ。アルベドはすごい錬金術師なんだ。あいつもこの島に来たことがあるから、後に来る人たちのためにこれを残したんじゃないか。ほう、彼であったか。これってつまりこの島全体が楽器になってるってことか？それすごすぎじゃねえか。それに地下にある水脈にも関係してるみたいだぞ。うーん、島の音楽を奏でるには全部の水脈に水を通す必要があるかも。楽器を演奏する前にまずはメンテナンスをする。合理的だな。これがオイラたちの探してた寒山観戦のはずだ。これを飲めば美しい歌を歌えるようになるんですか？興味があるならば試してみるとよい。いやいや、私は歌を歌えませんから。万が一聞かなかったら恥ずかしいじゃないですか。モーナの声は綺麗だから歌に向いてるぜ。もしよければ拠点に戻ってから歌う時の呼吸法を教えてやるよ。本当にいいんですか？絶対に笑わないって約束してくださいね。もちろん笑ったりしないさ。誰だって初めはゼロから学ぶんだから。はい、それじゃあ試してみてもいいです。よし、じゃあその前に泉の水をあいつの元に届けようぜ。浜辺にある鼓に触れれば元凶に入れるでござる。もう一度やってみるとよい。はい、これ寒山観戦だ。だいぶ良くなった。やはりかなりの効果。感謝する。早速そなたたちの行きたいところへ送ってやろう。うわあ、帽子が飛んでいってしまうところでした。ふむ、この匂い、拙者たちはリーウェイあたりの山にいるようでござる。暗いところだな。みんな待って、聞こえたか？声がしたんだ。あの鳥たちは山頂にある泉の湧き水を飲んだから美しい歌を歌えるようになったんだよ。うちに歌うのが好きな人は一人もいないんだから、あんたも歌が上手なわけないでしょ。だったらあたいもその水を飲めばいいんだろ。母さん、ちょっと行ってくる。夜中まで家に帰らずこんな山の中にいるなんて、父さん心配してたんだぞ。ほら、お前が探してる泉の水だ。本当か？父さん大好き。あの子またどこに行ってしまったんだろう。またどこかで歌っているんじゃないか。
何を言ったってあの子は止められないんだ。お前が嘘なんかつくから。だってまさか本当に泉なんかを探しに行くとは思わないじゃないの。本当に世話が焼ける子なんだから。おい早く降りろ。ここに舞台を立てるのは禁止だ。まったく歌えないなら歌うなと言うんだ。生演奏会の真似なんかしやがって。おわ、取り壊さないでくれ。あのな、深淵よ、女子たる者があんな野蛮な楽器をやってはいかんぞ。深淵、あんたのお母さんがね、時間があったら深淵に刺繍を教えてやってってこういうのが上品な趣味なのよ。それでいつおばちゃんの家に来る？うるせえな、道端で弾くなよ。どうしても弾きたいなら人前に出せるような曲を弾いてくれないか。こいつらなんてひどいことを言うんだ。はあ、この人たち。なあ、本当にムカつくぞ。なんで言い返さなかったんだよ。お前のロックの精神はどこに行っちゃったんだ。こんなセリフを聞いてまだ笑えるのかよ。怒らないのか。こういうのって初めは確かにムカつくけど、100回も聞かされたらもう怒りも湧いてこないんだ。でもありがとな、パイモン。え？キッショおばちゃん。ええ、おばちゃんはあんたの返事を待っているのよ。今週末はちょうど時間があるから。あたいのことはいいって。そんなことよりおばちゃん、かまどの火がついたままだぞ。スープを火にかけてただろ。あちゃー、ほらもう焦げちまってるんじゃないか。あらら、大変。竹おじい、竹坊がまた外で泥遊びしてたぞ。やれやれ、やめるように竹おじも言ってたのにな。なんだと。あいつまた俺に内緒でやらかしやがって。後でしっかり言い聞かせてやらないと。ははっ。カイおじ、すまねえな。あたいは他の場所に行くよ。でもカイおじもちょっとは流行を追った方がいいぞ。何しろリーウェコーで一番有名な役者さんまでもがあたいのこの人前に出せない曲を好いてくれてるんだからな。なんだと。お前嘘をつくなよ。本当にそうなのか。へっ、他のやつに聞いてくる。去っていきましたね。な、話術と自然な笑顔があればほとんどのトラブルを解決できるんだ。ならばロックの精神は一体どこで使うのでござろうか。あたいのロックの精神はそんな表面的なものじゃないんだ。人と喧嘩するためになんか使ったらもったいないだろ。ロックは革命だ。自分と運命を改革し、臆病さや妥協なんかに別れを告げる言葉じゃなくて芸術でな。風や雨の中でも消えないろうそくの火、洞窟の地下で永久に湧き続けるマグマ、誰にも止められねえ気迫、これぞあたいのロックさ。ほら進もうぜ。あそこに小道があるぞ。そっちに行ってみよう。あなたは心が広いんですね。もし誰かに天才ではないと言われたら私はきっと怒りますよ。本当か。ちょっと行ってみたかったんだよな。うわぁ、見ろ、モナがオイラを睨んでるぞ。パイモン、あんたはロックの精神で禁忌に触れるんだな。実を言うと拙者もロックに興味が湧いてきた。本当かよ。あたいをごまかせると思うなよ。もちろん冗談ではござらん。ロックは人に強い意志を与えてくれる。それだけで十分であろう。なあ、あれって。また扉ですね。
まさかまたさっきのような人が出てくるのではないでしょうね。出てきたって朝飯前さ、あたいに任せろ。お姉ちゃん、その髪型は変だよ。そうか？あたいはかっこいいと思うけど、もう一度よく見てくれ。立った二つ結びにとんがった髪飾り、そんなのしてる人いないよ。だから変だっていうのは違うぞ。他の人と違うからきっと印象に残るだろう。そしたら今度また会った時、あんたはあたいのことを覚えていてくれるかもしれない。うん、確かにそうだ。髪型や服、それに顔やスタイルは他の誰かに見せるためだけのものじゃないぞ。自分がしたい格好をしていいんだ。本当？でももし俺が犬の描いてある服を着たら、きっとフェイは犬みたいってからかわれちゃうよ。そしたらそいつらの言うことなんか聞かないことにしようぜ。あんた犬が好きなんだろ？うん、好き。あんたの友達は犬が嫌いなのか？みんなも好きだよ。だったらあんたの友達もきっとその服を気に入るはずだ。わかった。でもお姉ちゃん、なんでみんなに好かれるような髪型をしないの？仕方ないさ。だってあたいはこういう個性的なのが好きだからな。はあ、それにこの髪を結った時はみんなからこんなに嫌われるとは思わなかったんだ。なのに変えないの？この髪型こそがあたいの音楽と生活に合ってるんだ。普段よく見る髪型っていうのはみんな普通すぎて元気が足りない。それにライブの時に髪が邪魔で頭を振れなくなっちゃうぜ。嫌われても気にしないさ。あたいは変えない。お姉ちゃんの髪型、友達にも嫌われてるの？そんなことないぜ。綺麗だってみんな言ってくれる。友達はお姉ちゃんの味方なんだな。羨ましい。俺の友達は俺一人をここに置き去りにしたんだ。急に泣き出してどうしたんだ？何があった？ほらお姉ちゃんに話してくれ。ルルとモンちゃんが俺と遊んでくれない。今日は不当で会うって約束したのに二人とも来てくれないんだ。子供のくせにすっぽかしかよ。ここで待っててくれ。あたいが探しに行くよ。二人を見つけたらあんたのところに連れてきてやるからさ。うん、ありがとうお姉ちゃん。髪型が変だなんてもう言わない。気が利くな。じゃまた後で。やあ、あんたはモンか？フェイって子が不当であんたを待ってるぞ。待ちくたびれて泣いちまったんだ。フェイ君のやつなんてバカなんだよ。僕たちのとこに来ればいいのに。まあいっか、彼を探しに行くよ。行っちゃったぜ、早く追いかけよう。よっ、あんたがルルか？お姉ちゃんどうしたの？フェイと不当で会うって約束したろ。なんで会いに行ってやらないんだ？あいつ泣いてたぜ。あのバカ、こっちに来てくれたらよかったのに。サプライズまで用意したんだから。サプライズ？どういうことだ？バカバカ、私たちサプライズを用意してたのに、結局こっちに来てくれなかった上に泣いたりして。ごめん、俺はバカだ。ううん、フェイ君はバカじゃない。私たちが悪かったの。フェイ君を驚かせたくて。フェイ君、今日は君の誕生日だから、僕たちはサプライズでフェイ君を驚かせようとわざと避けてたんだ。え、それってフェイ君のためにハスの固くをたくさん取ってきたよ。とっても美味しいんだから。それにこれは僕とルルが書いたお祝いの手紙。字が汚いとか一個なしだよ。お前らありがとう。そういうことだったの。
のか。大事なくてよかったでござる。友達だったらこういうことをしてもおかしくないよな。友達がサプライズしてくれたらあたいだってびっくりするよ。サプライズを用意してくれって言いたいんですか？すごい話術ですね。え？いやいや違うぞ。ただ感想を言っただけで。わかってますよ。私もちょっとサプライズで冗談を言ってみただけです。ああ、おいらお腹が空いたぞ。確かにそろそろご飯の時間だし、そうだな、あたいの家で食べていけよ。ここからそんなに離れてないから歩いていけばすぐだ。元凶にも家があるのか？あるぜ、さっき見たんだ。この道は現実と同じようにあたいの家に繋がってた。元凶にいるとはいえ、周りと意見が合わない時やライブで失敗して落ち込んだ時、もし行くべき場所があるとすればあそこしかないんだ。だって人は家に帰るもんだからな。